どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら、デンパズランウェイからね、明日、昼12時から開催される、レアガチャ、式神使いとあやかしフェス、期間3についての詳細が発表されております。はい。まあ今日はちょっとね、実際にこちら見ていこうと思います。はい。で、今回ですね、こちら、期間3番目ということで、この鎧騎士シリーズがですね、新しく進化いたします。はい。実装が今日の木曜日ね、からとなっていって、今回実際にちょっとこちらのね、新しく追加される武器とキャラの方ですね、確認していければなと思います。で、今回はこのね、鎧騎士だけなので、それ以外の強化進化とは特にありません。まあ、先週とか先々週は結構神だったけど、今週はまああくまで新キャラの進化だけで、ほぼほぼまあ、あとは変わんないかなって感じです。ちなみに、式神使いのパート3、期間がね、こんな感じで、アグリ、ロウコウ、セイナ、リュウメン、ミカゲ、トウカ、ユキネ、イズナ、クウカ、オケ、ウスイ、シャナ、クガネ、マシロ、ユラ、ムコツ、イオリ、マチガネ、クナシ、ナコジャ、そして、プラック、グランエルブ、サギリ、マムイサキバス、メリディス、ユリシャ、ファガンライ、キョウリ、カミラ、モリグ、フェンリル、バルディン、シアト、オーディン、オーディン、アマテラス、アンタレス、そして、あとは騎士系統が5種類ピックアップって感じになっております。今更俺気づいたんだけどさ、なんか今気づいたんだけど、なんかあれじゃない？しれっとさ、式神使いとあやかしのさ、アグリゲートが一番上に来てない？今気づいたわ。なんかアグリゲートこっそり上に来てるじゃん。ね。ほら、期間1はさ、まあ、ニューマークがついて、こんな感じでアグリこの位置にいて、で、期間2に関しては、アグリゲートこの位置にいたんだけど、運営ついに気づいたな。実はアグリゲートの方が価値が高いキャラっていうことに運営が気づいて、なんかこっそりアグリゲートだけ一番上にいるのをウケるな。アグリゲートだけ、アグリゲートの位置がこっそり一番上に変更されて、みんな、アグリゲートピックアップされてるよって感じになってるのウケるし、まあ、これは逆に言えば運営からのメッセージで、裏戦場アグリ強いっすよっていうメッセージなのかもしれないね。実際裏戦場アグリかなり強そうなんで、まあそれに対するあれなのかもしれないですね。まあ、実際裏戦場はなんかアグリ無骨ゲーになりそうなんで、最適性テンプレ、まあ、結構アグリ無骨かなと。まあ、特に裏戦場ね、あのコンボ現象も多いと思うので、まあ、実際アグリがかなり強そうなんで、結構ね、そこはあれしそうですけど。はい、まあ、実際アグリが1位移動している視点からも結構まあアグリの強化はね、アグリ強化じゃない、ごめん、あのアグリの適性はね、裏戦場も高そうですね。では今回ね、こちらの武器が実装されるということで見ていこうと思います。まず鎧騎士任務から見ていきましょう。こちらです。非属性追加、7コンボ強化、 2way ヒドロ強プラス持ちです。はい、まあ火水木のこの武器は結構まあ悪くはないかなって感じです。非属性追加に、まあ 2A2 つにっていう武器も多分あるだろうけど、まあ非属性追加7強 2A ヒドロ強プラスで軽く出せて、まあ一応スキルは回復エンハンスと攻撃回復の攻撃 2.5 倍から6ターンで打てます。まあスキルが弱すぎるせいで実用性はほぼほぼね、あの少ないと思いますが、まあ一応ね、軽く出せる武器として使えるので、まあ軽く出せる 2A 武器持ってない人は代用としては使えなくもないかなって感じです。うん。って感じですかね。はい、続きましてミューズです。同じくこんな感じで水属性追加、7強 2A 水ドロ強プラス持ちです。ヒロは1ターンチーム内の水1体につき回復力が上昇、7ターンの間神と体力タイプの攻撃力が 2.5 倍が6ターンスキルって感じになっております。はい、こちらもね、副属性水追加できて7強 2A で火力出して水ドロ強プラスもある武器なので、かなり強い部類に入るかなと思います。回復エンハンエンハンスもあってもね、相当強いと思うので、まあ、この水武器もまあ使えなくはなさそうで、同じくデルガドです。こちらも貴族性追加7強 2way 機動強プラスで、まあ、悪くない覚醒持ってると思います。まあ、この木、水、火に関しては、まあ、スキルが結構弱いので、まあ、スキル運用は厳しいんですが、まあ、一応火力出せるところだけは結構評価できるかなって感じなので、まあ、そこが使えるかもしれないぐらいの感じです。まあ、全然あの、最強武器ってほどまではいかないと思いますが、代用武器としては十分使えるので、まあ、そこは悪くなさそう。で、光と闇は、まあ、これも代用武器扱いなんだけど、光が光属性追加7強 2way 光ドロ強プラス持ってて、闇がね、闇属性追加7強 2way 闇ドロ強プラス持ってます。まあ、正面ここはもう完全にもう光武器でよくねと、ワルリン武器でよくねで終わってしまうので、まあ、それ以上何もありません。ただまあ、もしね、光ワルリン持ってない人は火力出せて7強 2way 光ドロ強プラスあるっていうところは結構強いし、まあ、スキルがなくなってしまうし、ヘイストがなくなってしまうからそこは弱いし、まあ、光とかはジオでよくねって言われたらそこまでなんだけど、まあ、一応それなりには使えるかなぐらいの感じの性能にはなったかなとは思います。はい、まあ、ただこの武器は別にまあ強いってわけじゃなくて、代用枠でまあ使えなくもないキャラが実装されたよって感じですね。まあ、だから言うなら、もう最弱だった外れキャラがちょっとぐらい使い道増えたから良かったねって感じです。はい、で結構僕が気になってるのはキャラの方なんですけど、まずは火の任務からいきましょう。非属性追加、ごめんなさい、火ドロ強プラス、水ドロ強プラス、回復ドロ強6個、スキビ4つ、封印 2A プラスで、スキルが同じ強化ですね。火の1体につき回復上昇、7ターンの間攻撃回復タイプの攻撃力が 2.5 倍、
リーダースキルは HP4 倍、攻撃11倍、秘密として攻撃力が2倍、4コモカさんです。弱えな、びっくりするぐらい。超覚醒は回復努力を持ってます。まあ、スキルとリーダースキルがあまりにも弱いんですけど、この覚醒がね、回復努力を8にスキビョンなんですよね。これが回復力だけ見るとめちゃめちゃ強そうなんですよね。だから実際、アマテラスとかと比べても結構強そうなんで、まあ、そこは評価できそうって感じかな。回復特化キャラになってて、しかもこれが火属性に追加されるということで、まあ、火で火力特化にしたい場合は任務が強そうって感じですね。はい。ただ、火力も壊滅的なので、アマテラスでよくねって言われたら実際アマテラスでいい場面が多いとは思います。っていう感じでした。あと地味にスキルの10万固定ダメージは消えたんですね。まあまあ使わないしな。別に今の環境いらないわな。さあ続きまして水ミューズです。水ドロキョ4つ、スキブプラス、封印、お邪魔プラス、毒耐性プラス、チーム HP2 つ、2ウェイプラスです。これお邪魔毒耐性プラスどちらも増えていて、ギミック耐性要因としてはかなり強くなってるかなって感じ。超覚醒は倍の7強10強。まあ超覚醒がね、ギミック耐性ついたらワンチャン使えた可能性はあるけど、まあギミック耐性もついてないんで、まあまあ使うことはないか、まあ HP 盛りで使えなくもないかなぐらいです。やっぱりね、あまりにもスキルが弱いですね。これ回復エンハンスとナーターンエンハンスループ、まあだから裏千住とかでどうしても火力が欲しかったら結構強そうなんで、そういう使い道、火力枠として使ってあげて、ギミック耐性、お邪魔毒耐性みたいな。そうだから回復力あるけど火力が足んねえっていう編成にミューズ入れて 2.5 倍エンハンスループするみたいな、そういう使い道が良さげではあるかなと思います。これがミューズですね。はい。デレガド、デレガド耐性で毒耐性プラス、暗闇耐性プラス、チーム HP4 つに、超覚醒スキビ4つも、ごめんなさい、覚醒がスキビ4つ持ってくれてます。超覚醒は倍の7強10強ですね。はい。まあスキビはあるのは悪くない。でまあ回復エンハンスと、あなたはバランスドラゴンエンハンスが 2.5 倍って感じになってます。6ターンスキルです。ミューズはなんでスキビ2なんだろう。まあ仕方ないのかな。こっちはスキビ4です。はい。でアークラインです。こちらは前紹介した通り、光ドロキョプラス、水ドロキョプラス、回復ドロキョ6個、スキビ4つ、封印 2A プラスで、超覚醒回復ドロキョ持ってます。これも回復ドロキョ8個持ちなんでちょっと期待してはいる。最後クレイズです。闇ドロキョ4つ、スキブプラス、封印、クライムプラス、お邪魔プラス、チーム HP 立つに 2A プラスって感じになってますという感じがこのシリーズでした。まあ強くはないですけど、一応大弱枠で使える性能になったかなぐらいの感じで、あとは、まあ、火とね、光に関しては、回復努力を8個持ちにできるので、回復力要因で使える可能性は十分にあるかなと思います。というか、まあ、そっちの方が強そうって感じですね。はい、という感じが今回のね、式神パート3の情報でした。まあ、土曜日から未知の申請も来るしね、まあ、式神のキャラが多分、ここでも活躍するのかなとは思います。流明とか、まあ、てか当たり前だけど、アグリゲートと、無骨とか。あと聖大色とかも強そうだね。あそこら辺のキャラ結構強そうなんで、まあまたね、皆さんも式神お世話になるかもしれませんが、まあまあという感じがね、今回の式神フェスでした。はい、まあということでね、今回の動画終わりになります。ぜひよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。